矢田川はじめです。安倍総理が28日に衆議院を解散することを表明しました。森友・加計問題を追及されるのが嫌で国会冒頭で解散する、まさに敵前逃亡解散、あるいは自己保身解散と言われても仕方がないと思います。こういった勝手放題を許していいのか、それが今回の選挙の一番の争点かと思います。さて、私は2012年12月の選挙で落選して以来4年10ヶ月間浪人生活を送ってまいりました。この間選挙区を歩き、さまざまな問題を肌で感じてまいりました。一段と進む少子高齢化、農村商店街の衰退、そして何よりも強く感じるのは政治に対する期待や希望を持っている人が少なくなっているという事実です。誰がやっても同じという諦めムードが充満しています。なんとかこの現状を打開したい。ぜひ皆さんの思いを私に託してください。あなたの声を国会に届けます。皆さんの期待に応えるべく精一杯頑張ります。矢田川はじめです。